どうも、ジュカルです。イルルカ 3DS 前回の続きからやっていきたいと思います。今回は、コミュニティ対戦を、したいと思います。ちょっとまだパーティー育ててないんでね、前と同じなんですけど、まあまあやっていきたいと思います。よし、今まだ夕方の5時ぐらいなんで、かなり早い時間ですね。まあ何人かはいると思います。必ず多分、まあこの時間、しかも日曜日なんで、いると思うんですけどね。おお、1276人、やばいな。ちょっと見ない間に300人ぐらい増えた気がする。チームセットアップかな。とりあえずお気に入りメンバーから、まあまあまあ、スカウトモゲラは弱いから、まあこいつかな。やっぱりやはりここで、でとりあえずこう位置変えとこう。よし。で、まあ、やっぱこれが安定の強さしとるから、まあ、これしかないよな、もう。よし。まあ、これに次ぐパーティーをね、作りたいんですけどね、ちょっとね。まあ、それはまあ、時間になるときに、やっときたいと思います。お!リバースやん、これ。リバースパーティーやんか、これ。俗に言う。通称リバッパ。もうこのアクバーとこの、一番左のこの、鬼コンボが異常に強いからな、これ。この鬼コンボの攻撃を耐えれへんから、誰一人と言って。こいつがちょっと強すぎんねんって、鬼コンボが。いや、ほんまに鬼コンボこれ異常やで、強さこれ。ムチ、こいつにムチ持たしてもやったらもう負け。来たよ、いきなりリバース。いきなりインテ。おっと、決まったけど?決まったけど、マンイーターか。いや、こっちは正直その、あれよ。鬼コンボを止めたかった。あいつが一番厄介やから、もう、あいつを止めな、勝てへんわけよ。絶対に。まあ、ここはもうやっぱりシャッフルせなあかんから。シャッフルせなあかんから。で、とりあえずラウンド0をしとくと。あ、違う違う、ラウンド0封じると。まあ、これは基本ですね。うん、これは基本やわ。まあ、悪魔あたりがなんかラウンド0仕掛けてきよるからな、あいつが。厄介なことに。大体ね、分かっとるわけよ、行動パターンは。もう、ステルスアタックか、攻撃連打してくるか、お、こいつ、攻撃してこいへんパターンの。鬼コンボ。お、熱い。お、これ熱いぞ。これいけるんちゃうか?うわ、これランドゼロ仕掛けてこいへんかった。してこい、ランドゼロ。あー、してこいへん。こいつ、普通の悪魔やった。オッケー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 。でも、ここでシャッフルを使うと。それで、リバースを解除すると。これがでかい。うん。これでまあ、振り出しに戻ったとは言い難いけど、まあ、振り出しに戻ったに近いな、これは。うん。で、多分身代わりは持ってへんから、いや、持ってへんこと祈ろう、身代わりは。身代わりは持ってへんと思う、俺は。攻めるべし。行こう。テンション乗ってるからいけるはず。何?マジか、鉄ガード。うわ、終わった。終わった。こいつらのリバース発動率のエグさやばいな。リバースの発動率よ。あかん、もうあかん。もう負けだ。やっぱこれ、ちゃんと遅いやつ持っとかな無理やな。うん。行動遅いやつ持っとかな無理やな、絶対。こっちも。じゃあ、シャアなしとりあえずこいつなしようかな。じゃあ、シャアなしこいつとりあえずメーカー抜きしとこうかな。うん、メーカー抜きしてみよう、じゃあ。あー痛い。これ全部受け流したら最高なのにな。そんなことがあるはずもなく。お、いいね。雑誌。あー、これ受け流されへんやつや。あ、強っ。強っ。地味に2回攻撃やもんな、こいつら全員。オッケーいいよ。雑誌。あー、きつい。これは無理やな。ズルン。ドゥンドゥン。ここに対抗するパーティーを作っとかな、ちょっときついな。うん。パーティーの片方はやっぱリバース系の対策パーティーを作っとくべきですね、これね。ちょっとまた作ろう。うん。作るべしや、またこれ。これ作らないとちょっと勝てへんわ、これ、最近の。最近のドラクエ事情ではこれは勝てへんわ。お、銀の塊30個。あ、そう、金貨売らなあかんねん、そういえばこれ。お、素早さの種。まあ、これ素早さはいらんねんな。命の火の実は欲しいけど。
最近のドラクエ事情ではリバースが猛威を振るっているという、うん、もう台風みたいなもんやからな結局は。で参加すると、行こう思えた。リバースが流行ればリバースを倒すパーティーが流行って、それが流行ればまたそれを倒すパーティーが流行る。まあこれ繰り返しなんで多分ね、まあ、結局最強っていう最強はないんでしょうけど、相性があるんで。おお、これはなんか珍しそうなパーティーやな。どういうパーティーやこれ。おお、なんか珍しい。これは見たことないパーティーや。よし、なんてことなの上のやつ。死神ダークやったっけな。スライダークか。あ、スライダークや。しなかったかな。オッケー。おー、そうそう、スライダーク。こいつは初めてやな。まあ、安定のバイキルとアタックで。いや、アタックカンタが持ってそうな顔しとんな、相手なんか。ああいう系のやつ、アタックカンタって大体持っとるパターン多いからな。いや、まあ、いけるか。まあ、行ってみよう。まあ、行ってみてわからんわ。うん。こいつもアホじゃないから、アタックカウント持っとる場合は、多分、ジゴスパークとかすると思う。あ、持ってない、持ってない、持ってない。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。とりあえず、オーレンとかいうのを猛者持っとるけど、まあ、あれ、動かれへんからも関係なしと。じゃあ、あとはこのスライダークを倒せば、勝ちますね。まあ、一発では無理やな、ちょっと。ブリザーラッシュ。ザッシュ。脱力切り、シュシュン。おー、強い。なかなか。投げつけない。ジェンジェンジェン。おー、強い。え？あぶな。負けよった。あぶな。あぶねえ、あぶねえ。ってことで、ベホイマしよう。よし。ベホイマしてからのアタックしよう。まあ、一応 HP を回復しとくよ、ちょっとだけ。心もとないけど、ちょっとだけ回復しとく方がいいやろ、多分。ザッシュ。これ、猛者持っとるんかな、もしかして。あ、全然効かへん。え？おー、オッケーオッケーオッケー。攻撃で、あ、お前攻撃で回復できたんか。ちょっとこれやばいな。勝てるか、これ。オッケー、やっとやっと。ここで倒さなかったらやばかったから。ここで倒さなかったらもう、お。スタンバーおらんかった。オッケー。オッケーオッケーオッケー。でにしてもやっぱ狭間はやっぱね、あれですね、守備弱いですね。うん、すぐやられるもんな。ちょっと攻撃強さだったらすぐやからな、あいつコロッといってもらうから。 HP2000 しかないし。でセーブ完了しました。参加する。最近の流行りがここで分かりますね。まあ、リバースはまあやっぱ猛威振るってるみたいですね、多分ね。うん、なんか、なんやろこれ。何のパーティーなのかよく分からんな。でもなんか怪しそうなパーティーやぞ。なんかもう非常に怪しそうな顔しかおらんな。特にあの、上と上から3番目のあの、笑みが怪しそうやね。なんか特殊なことを仕掛けてきそう。しかも15でおるってことはやっぱ絶対これ強いパーティーや、これ。これなんか特殊なパーティーや、絶対これ。なんか分からんけど、なんか仕掛けてくる、ね。白い霧？白い霧？白い霧のパーティーがこれ。え？白い霧って、あ、身代わり封じ？大義を封じるやつ？ん？わからん。身代わり封じって何が意味あるの？いやでもまあわからんけど、まあとりあえずバイキルとしてから攻撃かな、もうここはもう。よし。安定の攻撃でいきます、ここは。もうよくわからないんでとりあえず。お、変えてきた。変えてきたよ。ラッキー。誰だ？ん？ゲマ。ゲマに変わったな。ゲマに変わったところで別にまあ、こっちの作戦は変わらんかな。ゲマは魔法カンタ持っとるのは知っとるけど、あとはもうよくわからん。あとは何するやつかわからんけど、魔法は強いと、とにかく。ズドン。あ、早い、こいつ早いな。バイシオン。自動 MP ダウン？え？どういうこと？いや、まあまあ先手取れればね、いけるでしょ、まあさすがに。あの、キラーマシン倒しておきたいな。あいつ絶対強いって、あいつ。25% 溜まっとるし。あれはちょっとやばそうやから。オーロラブレス。ザッシュ。おー、いいね、いいね、いいね。え？こいつ頭悪い。こいつあかんわ。ちょっと攻撃しよう、そこ。
これ絶対これラッシュかけとくべきやで。これうわ、魔法艦隊、えげつい魔法艦隊食らった。うわー痛い、これは痛い。バイキルトかけた意味なかった。なぜだ。おー一匹倒したけど、あいつもう、あー微妙い、これがやばい、きついぞこれ。あーおい、あ、そんなんやった、そんなにやった。あ、よかったよかった。攻撃してくれ。あ、攻撃めっちゃ強いやん、こいつ。やばいな。あの、ゲンマがメドローあたりしてきそう。やっぱしてきた。こいつメドローアっていうイメージやもんな。これやたら強いからな。強っ。これ半端ないな。オッケー、終わった。とりあえず。とりあえずまだいけるぞ。いや、でも、トサカヘビの攻撃で死にそうな気もせんでもないけど、こいつ。それはないか。トサカヘビの攻撃で死なへんか、さすがに。まあ、いけるやろ、多分。っていうところでいこう。よし。いけ。あ、でもアタッカーの持っとうから攻撃せんかったんこいつ。もしアタッカーの持っとうかも。いや、わからん。アタッカーの持っとうかも、敵。え？メガザル？おーい、メガザル。攻撃。ザッシュ。うわ、やっぱ持っとった。やっぱ持っとった、メガ。これか。魔法艦だと、アタッカーで両方も出しとるわけか。ゲマには。なんか、あいつが攻撃せんかったからなんかありそうな気はしたけど、案の定あったな。で、大義使われんのか、俺。で、斬撃？アンカーナックルどっちやったかな、俺。これどっちやったっけ、アンカーナックルって。これ、大義かな。でも大義っぽいな、とりあえず。大義っぽいけど、とりあえずじゃあこれ、とりあえず、まあもう、まあ、ちょっとガンガン行こうぜ。行ってみるか、これ。よくわからんから、何したいんか。何したいんかわからんときはガンガン行こうぜ。任せるしかないからな。オッケー、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 オッケーよ。あ、じゃあ攻撃通るやん、これで。テンション上がったから。よし、ちょっと通して攻撃。いって、一発目行って。よし、一発目行こう。ゲンマ強いから、行こう。おー、きつい。きつい。痛い。おー、オッケー。ゲンマ。ゲンマ倒せ、ゲンマ倒せ。あかん、あいつアンカーナックルしてまた。おー、でもオッケー。全然オッケーよ、ほんまに。オッケー、ゲンマの攻撃防げるんでかい、これ。ゲンマが、マジ全体か。マジか。おー、強い。だけども、アンカーナックル決まるよ。ほい。よーし。蹴散らした。オッケー。バイキルドかかっとるから、あとは爆弾は動かれへんから、とりあえずあと4体か。誰や、3体は、あと。おー、これマヌマネっぽいな。ウルベアってことはマネマネっぽいぞ。まあ、とりあえず爆弾岩を倒しとけば問題ないから。爆弾岩撃破が目的やから、俺の目的は爆弾岩を撃破すること。マヌ先で仕掛けるか、これはじゃあ。よし、行こう。ん？冥界の霧。暴走機関。マネマネしてくるっぽい。あ、違かった。お、いける。オッケー。あー、効かへん。おお、あんま大したことない。いや、俺のアンカーナックルの方が強いぞ。ふふ。舐めてもらっちゃ困る。アンカーナックル返し。アンカーナックル返しでいこう。そう、一撃必殺決めたんぜよが。一撃必殺だけになっても取る。いや、でもバイキルとかに置かれるこいつは強い。うん、バイキルとの、アンカーナックル同士はどっちが速いんやろ。あ、素早く速い方が勝つんか、それは。じゃあこっち取れるな、多分先手。おっしゃ、来た、これ買ったわ。これ買ったわ、5つカードされ方いける。ふふ。読んでたぜ、お前は。身代わりしそうな感じの。あれ？あー、そこミスった！そうか！くそ、痛い。アンカーナックルできひんやんじゃん、これ。身代わり突き抜けできるしかないけど、身代わりを突き抜ける術はないから、俺に。あ、ステルスアタックで消えたアンカーナックル効かへんぽい。それはないかな。それかけてみよう。よし。ステルスアタックでアンカーナックルをかわすという戦法がいけるのかどうかよくわからんけど、いけそうな気がするな、なんか。うん。あれはなんか、攻撃系は多分避けれると思うやな。え、無理かな、わからんけど。あ、無理か、さすがに。まあ、いけるか。まあ、行ってみよう。ん？赤い霧？バイキルト？ズブーン。まず。なんかやばそうやぞ。赤い霧は確かアンカーナックル使われへんから、斬撃がいけるようになるんかな確か。まあ、でも多分、ステルスアタックで、
爆弾をやってくれるはずなんやけど、イメージ的には。ただ赤い霧で封じられとる可能性もあるけど、まあ、そこはよくわからんな。ぶっちゃけ。もうわからんわ。お、大防御。オッケー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 。あ、勝ったこと勝ったわ。よし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 、ウルベア、倒せ。お、もうじゃん。あ、やばい、これ、ちょっと回心の、お、危ない。回心の授業くらいで終わっとったな。よーし、来た。これは勝てるやん。もう、いけるやん。押せ押せでいこう。まあ、行き着くは大丈夫やから。オッケー。え？あー、危ない危ない危ない。しょばり！最後のわけで最後やられるパターンはほんまちょっと寒いからな。まあなんとかですね、ギリギリですね。ギリギリやったな。まあ、ウルベアの巨人兵が、マシン兵が思った以上に攻撃が弱かったんで、なんとかなりましたけどね。まああれが一発でも痛恨の地で出てたら負けてましたね、多分ね。セーブが完了しました。はい。というわけで、一旦とりあえずここで終わって、次またコミュニティ動画2本目、やっていこうと思うので、そちらの方もぜひ見てください。では終わります。ありがとうございました。